こんにちは、粟田洋介です。今回の動画は福沢諭吉の似顔絵を A4 の紙にペンと色鉛筆で描きました。ちょっと似顔絵を描くことになって、そのサンプルとして絵を描いてるんですが、もうすでに千円札の野口英世、5000円札の樋口智陽の似顔絵を描いてショート動画にも載せたんですが、今日は1万円の福沢諭吉ですね。でこれらは小さい紙なんですが、今回は A4 の紙に描いてみました。私が似顔絵を描いたことがあるかっていうとあります。大学生の時に結構チャリティーなんかで似顔絵を描いていました。学生の時とかは似顔絵っていうわけじゃないんですけど、人の顔っていうのはたくさん描いていて、練習で鏡を見て自分の顔も何枚も描きました。30年ぐらい前の私の顔なんで今の私とは似てないんですけど、こんな感じでもうナルシストかって思うほど自分の顔をたくさん描きました。なんかいくらでも出てきます。自分の顔だけじゃなくて自分以外の人の顔も描いています。で似顔絵を描くときに私はすごい波があって、うまくいくときといかないときがあったりして、である時リアルに描くのをやめました。確かドローイングのクラスにクラスメートの顔、先生の顔をちょっとふざけてこんな感じで描いてみて、なんかこの人がこの人、さっきの人はこの人がこの顔になったりして、こんな感じで崩して描くようになりました。でなんかスタイルは違うんですけど、今描く時も同じような気分で描いています。で今私リアルな絵って何十年も描いてないんですけど、リアルに描かなかった理由と似顔絵を非リアルに描いたっていう理由は全く違います。まあ長くなるのでその話は今はしません。あんまり似てないなどうしようとか思ったんですけど、色を塗ればだいぶ変わってくるとは思います。私は似顔絵を専門に描いてるわけじゃないんですけど、最近もサービスで似顔絵をちょっと描いたりすることもあるんですけど、描くと可愛く描いてもらったって喜んでくださる方多いんですけど、私はその人可愛く描こうとかイケメンに描こうとか思わないんですよね。その人に似せて描こうとも思わなくて、描いてる絵にその人が似るように絵を描いています。何を描くときも作るときもそうなんですけど、似顔絵を描くときも私が描いてるっていう必要があるのかどうか、似顔絵が似てるかということよりも私らしい表現で描いたかどうかっていうことの方がすごく私にとって重要になってきます。くだらないこだわりですね。自分勝手な感じがするんですけど、そうとも限らなくて、まあ似顔絵に限らず私に何か描いてほしいと依頼してくださる方々は、私の表現が気に入ってくださったからこそ描いてほしいと思うんだと思っています。なのでさっきくだらないこだわりって言ったんですけど、私はそのくだらないことに全力を尽くしています。このお札になってから結構何十年も経ちますよね。最初5000円と1000円は違う人でしたけど、なんかみんな文化人じゃないですか。なのでこのお札になった時、文化人をお札にするなんて日本ってすごい粋だなってその時私は思いました。すごい嬉しかったですね。で福沢諭吉と野口英世については、子供の時に伝記を読んだので何をした人たちだってことを知ってたんですけど、5000円の樋口一葉については竹比べを書いた人という以外はほとんど知りませんでした。なのでウィキペディアで調べてみました。ですごいショックだったのが、この人24歳で亡くなってるんですよね。子供の時からすごく文学好きな方で、でまあ最後の方経済的に苦労するんですけど、まあ最初に出した小説は認められることがなく、がっかり
ったりするんですけど、その後に別のところに出した小説がすごい認められて、その後どん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 作家として成功していくんですよ。で、やったーと思ってたら、そういう風になってから14ヶ月、患っていた肺結核によって24歳の若さで亡くなってしまうんですよね。なんでって感じですよね。で、樋口一葉の小説、あらすじを見たら面白そうではないですか。でちょっと小説を読み始めたんですけど、すっごい昔の言葉なので2ページ読むのにものすごい時間がかかって、何回も読み直してで、なんとか意味が分かって、だんだんそんでちょっと慣れてきて、で今結構読み進めてきてるんですけど、なんか昔の言葉っていうのもそうなんですけど、その流れるような言葉がすごく粋なんですよね。ただちょっと読みやすいものではないんですが、まあちょっとまだ読むのに時間かかっちゃってるんですけど、続けて読んでいきたいと思っています。はい、完成しました。こっちがお札の福沢諭吉です。福沢諭吉に似てるかどうかって言ったらちょっと怪しいんですけど、まあ私らしい絵になったんではないかと思います。この方がどう思うかわからないんですが、私はこの人に頼まれて描いたわけじゃないので、なんだってわけじゃないんですが、言葉に詰まったので、今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。今日始まった展示会で似顔絵を描くことになりました。展示に興味のある方は、下の概要欄から私のイベントページに行っていただいて、そこで詳細をチェックしていただけたらと思います。